74式車載 7.62mm 機関銃は、62式 7.62mm 機関銃の派生型である、機関銃。元となった62式の倍の重量がある。1型のみ三脚と組み合わせることで、機関銃単独で運用することもできる。陸上自衛隊の戦車、装甲車や海上自衛隊のヘリコプターなどに搭載されている。 気構は62式 7.62mm 機関銃のままであるが、車載用途のため、引き金気構が 12.7mm 重機関銃 M2 と同様のものになっている。おろしの射撃は、銃尾の両手用銃波と一緒に取り付けられている、引き金で行う。重心も62式の放熱フィン加工のものと異なり、重厚な作りとなっている。発射速度は約700発。 フンと約1000発、フンを切り替えることができる。銃波が省略された2型が存在する。使用弾種には 7.62mmM80、通常弾 7.62mmM80、通常弾 7.62mmM62、mm、栄光弾 7.62mmM162、mm、栄光弾 7.62mm、mm、空砲がある。なお、 61式戦車以前のアメリカ軍供給兵器を知る世代の隊員からは、ブローニング M1919 重機関銃の方が断然信頼度が高かったという証言がなされている。2013年にメーカーである住友重機械工業は74式の正式採用初年度の1974年より数十年間にわたり生産された。 機関銃のうち特定された少なくとも5350兆の重心の耐久性や弾の発射速度などの検査データを改ざんし要求性能に満たない機関銃を防衛省に納入したとして指名停止処分された。同省によると改ざんがあったのは12.7ミリ重機関銃と7.62ミリ、5.56ミリ機関銃の3種類。具体的に判明した事実は 以下の通りである。陸上自衛隊の74式、90式、10式戦車、89式走行戦闘車、87式偵察警戒車、16式機動戦闘車の同軸機銃として、また、60式、73式走行車の車体全部に装備されて使用されている。これらの同軸機銃は必要に応じて車外に持ち出して、 運用することも想定されており、地上に降ろして射撃するための三脚化が用意されている。また、海上自衛隊でも、のと半島沖付審船事件において、小型船舶に対しての警告射撃に使用できる火器が、なかった反省から、SH-60J、K などの懲戒ヘリコプターなどに搭載されるようになった。これらのヘリには、キャビン内から射撃する、 ドアガンとして運用されている61式、戦車ストーリーオブタイプ61タンクハット、住友重機を、指名停止イコール機関銃の試験データ改ざんから、防衛省、時々 .com、オリジナルの2013年12月22日時点における、アーカイブ、https コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ rwy8j、ありがとうございます。